容姿端麗、長身足長、お尻とかもろ好み。しかも金髪を颯爽となびかせる強者。そりゃモテたいって常々言ってましたけど、難易度高すぎやしませんかね。どうしたんだ、不思議な少女だ。龍禅長江らの活躍で脅威は無事高青山を突破した。これで脅威は無傷のまま巨匠に潜入できるはずである。討伐軍と合流することも十分可能となるだろう。私たちの鮮やかな活躍により脅威殿は無事高青山を突破しました。これで傷一つなく巨匠にたどり着くことでしょう。脅威は強い。怪我がなければ一人で何とかするだろう。では参りましょう。新たな未来の幕開けです。んじゃま、行くとすっか。今日こそ主天道寺を捕らえるぞ。時は有限なんだ。いつまでも追跡劇を演じるわけにはいかない。本体は正面から巨匠を攻めよ。無理はせず敵の注意を引くよう努めてくれ。この間別動隊は西より城内へ潜入する。密かに人質と主天道寺を探すのだ。ようやく気づいた。わしの主治に行くんじゃ。誰にも邪魔させんぞ。者ども、奴らを消し出せ。ここに聖斎殿が囚われているはずだ。一部屋ずつ探していくしかない。私はここまでよ。脅威はどこかに隠れているのか。かくれんぼのようで楽しいな。脅威は無事だといいけど。すでに一度経験したこの戦い、今の私には全てお見通しです。あなたの戦は本当に美しい。ここで口当てろ。せいぜいあがくがいい。敵将撃ち取った。一、待っていてくれ。我が社は必ず救い出してみせる。どんな世界でも人は人を見せる。一つの人は素敵なことに。悔しい。引かねば。敵将、討ち取った。よくやった。突撃。
実に素晴らしい。ここで口当てろ。オネネ様を救出できたなら本気で行かせてもらう。
ですね。ありがとうございます。聖斎殿、なぜこのようなところに。少し前に別の方に助けてもらう。なんと。ごめんなさい。でも脅威殿には感謝しています。これで人質は全員救出できた。あとは地点同時を捕まえるだけね。なに、わしの女たちが奪われたじゃと。いい、すぐに取り返せ。全軍進軍させろ。位置は無事だったか。よかった。まだ美しい女がいいではないか。わしのものにしてくれよ。そもそも俺たちは何の義理もないんだ。やってやるか。私はただやるべきことをやる。あなたの戦力は本当に美しい。リューゼン様、なぜこのようなところに。リューゼン様こそ、お怪我はございませんか。私は大丈夫。それよりも今日は無事です。私はさ、やるべきことをやる。いまいましい。貴様は即刻死刑じゃ。わしの夢が死地に行くんだ。そういえば、見せた方がいい。そろそろ見ずちゃう。行くとさ。天道、私が出来上がり。やられるぞ。よくか。次こそは我が知略でお前を倒す。敵将討ち取ったぜ。邪魔よ。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。おい四天道寺、この軍勢一緒に来るんだよ。いつまで逃げ続ける。攻防の果てに何を得る。私は恨む。何を得るつもりなの。己すら発さぬというのだ。ふん、逃げ切れたか。見事な技ね。さて、改めて問おう。お前は何者だ。
名は四天童子。それより他は何も知らぬ。では問いを変えよう。己が何者か知りたくはないか。お前がその答えを持つというのか。いいや、おそらく答えはお前の中にある。それを引き出す手伝いをしようというのだ。この私に協力すると。その代わり我らにも協力してもらおう。いいだろう。未来への希望、信じて進むだけ。時を超えて救われたとはにわかには信じがたい話ですね。しかし今ここに私がいること、それが何よりの証拠なのでしょう。命を救われた恩義に報いるため、今日白薬これより共に参ります。さすが俺言い過ぎか。